ケツトのジャンゴは、1967年制作の、マカロニウェスタン。セルジオ・ソリーマ監督。タイトルロールの、ジャンゴは日本語訳に際し先行作品である、ジャンゴから非公式に借用されたものであり、言語である、イタリア語版では、彼には、ソロモン・ベネットという名が付けられている。ニューイングランドで、大学教授をしていたブラッド・フレッチャーは病気療養の、ためテキサスにやってきた。 そこで彼は、ソロモン・ベネットという無法者と知り合う。ブラッドは、ソロモンと行動を共にするうちに次第に、悪の心が芽生え、彼の率いる、盗賊一味と悪行の限りを尽くすようになる。ある日、チャーリー・シリンゴという男が一味への仲間入りを、志願してくる。しかし、実は彼は、保安官であり、一味は強盗を決行したその日、シリンゴの手引きで駆けつけた軍隊に、 一無無駄人にされてしまう。ソロモンに代わって一味のリーダーとなったブラッドは脱走したソロモンと再会し、対決、その命を散らした。カッコ内は日本語吹き替え日本語版演出。高くは新一郎。ありがとうございます。